お元気ですか、ボクジミです。今回は 2023BBM ベースボールカードフュージョン2箱目の開封動画後編の7袋やっていきたいと思います。なんとかね、直筆サインカードね、取れるようにね頑張っていきたいと思います。まずはね後編の1袋目でございます。巨人軍の沢村栄治投手でございます。すごいね選手がね出てきました。オリックスの山本由伸投手でございます。でタイトルカードですね、250本塁打のソフトバンクの柳田悠岐外野手でございます。はい、横浜ベイスターズ時代の野村弘樹投手でございます。でタイトルカード、これは千葉ロッテマリーンズの、ルイス・ペルトモ、選手で最優秀中継ぎを獲得した時のカードでございます。中日ドラゴンズの杉下茂投手でございます。はい、一部ね間違いがあるかもしれませんが、その分はね、ご了承ください。で2箱目でございます。ごめんなさい、2袋目でございます。はい、広島カープの島内宗、太郎投手でございます。日本ハムの、八木智也、投手でございます。当時でございます。で地球式カードですね、これは芸人の U字工事さんのお二人でございます。で、坂本勇人内野手読売ジャイアンツの、これは2000試合出場を果たした時のカードでございます。でタイトルカードですね、同じく柳田悠岐選手でございます。タイト安打163安打を達成した時のカードでございます。で太陽ホエーズの遠藤和彦投手でございます。3袋目でございます。これは日本ハムの郡司裕也捕手でございます。ヤクルトスワローズの岩村明憲内野手でございます。阪神タイガースの村上頌樹投手でございます。で楽天の島内宏明、外野手の100本塁打達成時のカードでございます。でタイトルカード、ソフトバンクの近藤健介、外野手でございます。元ファイターズでございます。で横浜太陽ホエールズの遠藤和彦投手でございます。4袋目でございます。オリックスの山下俊平太投手でございます。中日ドラゴンズの、宇佐美慎吾捕手でございます。元ファイターズでございます。で女優の松本若菜さんの始球式カードでございます。でオリックスの金子千尋投手時代のカードでございます。で阪神タイガースのランディ・メッセンジャー投手でございます。中日ドラゴンズの柳裕也投手でございます。5袋目でございます。読売ジャイアンツの岡本和真内野手でございます。で、オリックスバファローズの山本由伸投手でございます。東京ヤクルトスワローズの五十嵐亮太投手でございます。
で、直筆サインカードですね。これは、西武ライオンズですね。これ、ピッチャーですね、これね。これ、クリス選手でしょうかね、これね。背番号99。ちょっと英語わからないんでね。ごめんなさい。ね、後でね、説明で書いておきますので、よろしくお願いします。ちなみにこれは、90シリでございます。阪神タイガースの、近本浩二、外野手でございます。で、楽天イーグルスの浅村秀人、内野手でございます。6袋目でございます。読売ジャイアンツの高木隼人投手でございます。阪急ブレーブスの山田久志投手でございます。当時でございます。ヤクルトスワローズの、石川雅典投手でございます。で、フリーアナウンサーですね、袴田彩恵さんでございます。今はね、里崎ちゃん YouTube のね、里崎チャンネルの、アシンサットでございます。ちなみにお姉さんはね、女優さんでございます。中日ドラゴンズの和久井秀明投手でございます。で、阪神タイガースの福原忍投手でございます。一部ね、ちょっとね、ぼやけてる、ね、時がございますが、その辺ご了承ください。で、ラストの7袋目でございます。西武ライオンズの松井和夫内野手でございます。現在は監督でいらっしゃいます。で、タイトルカードですね、読売ジャイアンツの岡本和真、内野手のタイトルカードでございます。オリックスバファローズの山下俊平太投手でございます。で、こちらですね、千葉ロッテマリーンズの松田直也、投手のですね、これは200シリでございます。金、これ白サインカード付きでございます。で、横浜ベイスターズの今永翔太投手の最多奪三振上げた時のカードでございます。で、最後は中日ドラゴンズの村松海斗、内野手でございます。以上で、2023BBM、ベースボールカードフュージョン開封動画2回目の後編を終わりたいと思います。またね、こういったお金がありましたら、こういった開封動画上げていきますので、よろしくお願いします。予定はですね、12月の15日で予定しておりますので、早くね、できるかもしれませんが、またね、しばらくね、お休みしたいと思いますので、よろしくお願いします。そうだ、ごめんなさい。で、またね、プロ野球カードね、一箱、購入したのがありますのでね、届き次第、やりたいと思いますので、よろしくお願いします。あとですね、サブチャンネルでは料理チャンネルを上げておりますので、興味のある方はそちらもぜひご覧ください。さらに、メンバーシップ限定で、メンバーシップ限定の開封動画もやっておりますので、もしね、余裕ある方で結構でございますので、見に来てください。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。